皆さんこんこにちはレック専任講師の鎌田と申します初めてお会いする方もまた何かのですね機会に私に会ったことのある方も動画の先ご覧いただいている方々の中にはいらっしゃるかなと思いますけれども本日はですね究極の合格戦略「蒲田式アルティメットコース」のガイダンスをですね少しの時間になりますけれども話させていただければと思います。 思いますこの蒲田式アルティメットコースは行政書士試験受験したことがありますよと受けたことがありますよまたは法律の資格を勉強したことがありますよというですね法律をすでに学んだことのある方がまずもって前提としてですね対象となるコースになります。そしてまたですね 特に昨年行政書士試験受験して、えー、悔しい結果に終わった方については今年こそ合格していただきたい合格しようよという目的で、えー、作られたあ講座になっす。 本日はですね究極の合格戦略ということでじゃあどうやったら今年効率的に合格目指せるんだろうかそしてまたアルティメットコースっていうのはどのように合格をつかみ取る筋道が立てられているのかどのような教材があるのかといったところを本日お話しさせていただければと思います。 基本的にはですね使用する教材としましてはこちらのパンフレットですね使っていこうと思いますのでこのパンフレットをお手元にある方はですねご準備いただいてページをめくりながらですね講義の方を聞いていただければとまた、ない方もはですね画面の方でですね適時示していきますので画面の方をご覧いただければという,ふうに思います。 でではですね、えー、早速ですけれどもやっていきたいと思いますよいしょパンフレットでいうとですね「アルティメット講座の」の対象ページはよいしょよよいしょよいしょ 38ページのところにパンフレットでいうとアルティメットコースのご紹介がありますので基本的にはこちらのページとですね あと「敵を知りましょう」ということで行政書士試験ってどんな試験だったっけといったお話としてですね14ページ15ページのところをですね使いながらお話しさせていただきますので14ページ5ページ38ページ39ページメインで話すんだなという意識を持ってですねお聞きいただければと思います。では、 お話ししていきたいと思いますが本日のガイダンスの名前「究極の合格戦略」ということですけれどもまずですね皆さんよいしょ「究極の合格戦略」と。よよよよね究極」。 の合格戦略何やっていくんだろうかっていう話ですよね究極ってすごい言葉ですよねですが究極とは言っていますけれどもすごいことをやるすごい良い,いなこの人成果出してるなっていう人 例えばですね野球で言えば大谷選手とかね、えー、将棋で言えばですね藤井君とかですねすごいなーって言われる人結果出してますよね皆さんはこれから試験行政趣旨試験という戦場で勝ち抜いて結果を出す結果出しましょうよという話なわけですけれどもすごいことをしている結果を出している大谷選手とか藤井君は何か特別なことをしているでしょうかと。違いますよね 大谷選手であったり藤井君すごいことを成し遂げていますけれどもそのすごいことに至るまでにはですね非常にシンプルな基本的なトレーニングであったりですね練習というものの日々の積み重ね適切な練習を適切な量適切な時期にやっているそれを諦めることなく繰り返しているだからあの偉業に到達してるわけですよね。 皆さんは行政初心試験に合格すると大谷選手であったり藤井君のように偉業を成し遂げる必要性はない行政書士試験に合格する300点満点中180点以上を取るとそれを実現できればいいわけその実現するためにはシンプルかつ適切な勉強法 これが結局はですね究極の合格戦略につながっていくわけですねじゃあ具体的にはどのような形でですね戦っていったらいいんだろうかとまずは戦略を考える上においてはですね敵を知らなけければいけませんよねもうすでに皆さんの敵行政書士試験 という試験がどのような試験なのかというところは多くの方が把握されていると思いますけれどもですね今一度ですね確認してみましょう。 パンフレットで言うと14ページのところをお開きいただければと思います。行政書士試験合格するためにはどのような点数を取らなきゃいけなかったですかっていうと300点満点中180点以上取れば基本的には合格ができる。ただ注意いただきたいのは最低一般知識で24点を取らなきゃいけない試験。これが行政書士試験なわけですよね。ってことは まずはこの敵ですよね行政書士試験の敵こいつの弱点急所はどこかっていうところを今一度把握してほしい全体でこれ300点満点ですとでこのうち180点以上を取れれば合格ですよとねそして この180点の中には最低一般知識この56点分ありますけれども56点分の24点が最低必要。ですよね一般知識で。ってことはですよ 法令科目法令科目これトータルで244点ありますが何点取ればいいってことになります最低。180から24点引いたら最低156点以上取ればいいわけですよね。まずこの点をしっかりと把握してほしい。 行政試験は点点点満点中180点以上取ればいいんだ。ただこの180点の中には最低一般知識で24点取ってなきゃいけない。ということは最低法令で156点を取っておけばいいんだと。でですよとこの156点どこで確保しましょうかご存知の方多いですよね。 244点あるうちの民法と行政法で188点あるんですと。ここを間違えないでください勉強する際にですね、パンフレットにも書かれてますが、244点中188点が 民法法行政法に置かれてるわけですねですから当然のことながら皆さんあ日頃ですねお仕事しながら限られた時間の中で合格をつかみ取るわけですから時間っていうのは無限じゃない無限じゃない時間の中で合格をつかみ取るためには点数につながるところを特に勉強しなきゃいけない民法法と行政法が非常に大事なんですよここをまずは押さえてほしい。 いいですかね行政所持試験の戦略を練る上においてはまずは敵を知りましょうとこの敵というのは民法行政法が188点を占めている最低法令では156点を取ればいいわけですから民法行政法を中心に勉強するというところですね。基礎法学法令科目だと基礎法学っていうものがこれは8点ね。 憲法というものが28点でえ民法が76点行政法が112点でえ商法会社法が20点そして一般知識が56点ありますよと。 この中で皆さんに押さえてほしいのは民法行政法がこれ188点あるんだと。そして一般知識で最低これ24点以上を取らなきゃいけないんだと。 だから日頃の勉強としては民法行政法を中心にですね勉強時間を確保する特に慎重にですね丁寧に勉強をしていきましょうとそして民法行政法で完全に点数取れない、ね、満点取れないよとか156点にちょっといかないよということもありうるわけですよね。ですからその部分については基礎法学であったり憲法 また商法会社法でもしかに民法行政法でえ点数156点に満たない、えー、ちょっと落としちゃったよという場合でも合格できるようにですねサポートしていきましょうっていう意識でえ勉強をしていく必要性があるといいですかね。まずはあ民法行政法こいつらが大事なんだと。 とう意識を今一度戦略を考える上においては持っておきましょうとさらに一般知識ですねこれ24点、えー、以上取らなきゃいけないということはこれ最低6問ですね取らなきゃいけないんですがこの最低6問については。 政治、経済、社会、情報通信、個人情報保護、文章、理解、そして本年では、ですね、この一般知識の部分がちょっとですね、えー、ほうかあのルールがあ変わりまして、ですね、えー、政治、経済、社会の部分をちょっと減らして、ですね、行政書士の業務に関連するようなところをもう少し出していこうよというふうにもなっていますので、えー、ちょっと今年はですね、一般知識、勉強する際には注意いただきたいんですけれども、ただ、 注意するとは言ってもですね、戦い方っていうところは変わってこない。戦い方じゃあどうするんだって言うと、この24点最低6問、うんうん、どういったところを勉強すればいいのか、ここもコストパフォーマンス、タイムパフォーマンスを考えましょう。と。勉強して点数に繋がりやすいところ、情報通信、個人情報保護、文章理解ですね。これ点数で言うと、 問題数でいうと3問問3問の6問あるわけですねここで極力点数を取っていくと。でこの6問勉強すれば点数取りやすいところですからここに時間をかけて6問できる限り取れるようにしてもしかに日本版でですねちょっと間違えちゃったっていう時に備えてプラスアルファでその他ですよね。でカバーしていきましょう。 いいですかねくれぐれも一般知識時間をかけるという場合に政治経済社会に時間をかけすぎないでくださいと時間をかけるにあたっては情報通信個人情報保護文章を理解に時間かけましょう。 特に本年は政治経済社会の部分を少し減らしてですね行政書士の業務に関連するところをもう少しですね出題しようよというふうにルールも変わっているところですから情報通信個人情報保護文章理解に重点を置くと政治経済社会に時間をかけすぎないというところはですね意識を持っておいていただければというふうに思います。 ではまずは第一点としてですね皆さんに敵を知っていただきましたね行政所士試験っていうのは民法行政法188点非常に高いウェイと占めてるからここに時間を使いましょうねということになってくる一般知識では情報通信個人情報保護文章理解に時間を使いましょうと敵を知った上でいざどう戦うかというお話になってくる これが第2点ですよねどう戦うかにおいては実力をつけるかっていう話ですよね。 敵をを倒す力をつける実力をつける実力をつけるにあたってはいや冒頭申し上げましたように大谷選手であったり藤井君のようにですねすごい実力を持っている人たちは何か特別なことをしているわけではない日頃の基礎的なあトレーニングと練習というものの積み重ねそして適切なトレーニングをしているそれを諦めずにやっている。 だからこそ実力がつき、き業達成とといいいいうところまででで行ててるわけですす。よね。勉強においても同じです基本的にはですねパンフレットにも書いてありますようにページで言うと38ページのところポイント3のところに記載してありますけれども「勉強においても同じですと」と特別なことをやる必要性はないんですね実力をつけるためには。 六法を引いて条文に何て書いてあるかを確認することそして、えー、テキストに現れる言葉の定義と判例の趣旨というものを丁寧に頭の中に入れることと条文と判例が過去問等の問題へどのような形で取材されているかを確認し繰り返すことですねこれが大切になってくるそしてこれが法律学習における王道なんですね。 他のことはは基本的に行う必要性はないんですねこれら王道の繰り返しというものが一番合格に近いなんだかんだ一番合格に近いんですね。合格に近いということはこれ究極の勉強方法という話にも言い換えればなるわけですよね。 以上をですねまとめますとどう戦うかにおいてはですね「条文テキスト問題集」というものを大事にしましょうねと。ねそしてこの条文テキスト問題集を取り扱うにあたってはですね「情報の一元化」というものをぜひしておき いいたただきたい法令集に情報を一元化するテキストに情報を一元化すると。情報の 一元化ここを意識してほしいんですねなぜ情報の一元化を意識してほしいかというとお試験の特に直前期になるとですね勉強すべき教材がいっぱいあるとどれから手つけていいかわからないということにもなるんですねそんな時に情報が一元化されたテキストと条文だけ見ときゃ大丈夫なんだという話になればですねこれはあメンタル的にも 勉強をしていく上においてもですねしやすいということになってきますのでできる限り日頃の勉強をしている際には情報を一元化するこの日頃のチリもですよねが試験直前期における皆さんの勉強の効率化につながっていくじゃあ情報を一元化するっていった場合にどのよううな形でで一元化ししたらいいんでしょうかこれについては問題集などでですね 出てきた知識なんだけれどもテキストには書いてないなっていうものはテキストの空白該当の単元の空白にですね空欄にポイントとなるところを書き込んだりですねしていくとまたは付箋などを貼り付けたりしていずれにせよ問題集でテキストにない情報というもので大事だろうなっていうのはテキストに書き込んでいくプラスアルファしていく。 さらに問題集においてここ特に皆さん今までやられてた方少ない方も多いかと思うんですが是非条文を大事にしてほしいんですね問題集で例えばですねこれアルティメットで使う民法の問題集の解説の部分になってくるんですけれどもこれね200条1項とか書いてありますよねこれは知識は200条1項の問題ですよとかあねえー 他にも丈夫いっぱい出てきますよねこの時に200条1項でとか199条とかね201条1項とか出てきてる場合については201条1項ってことはこれだけじゃないですよね2項とか3個とかあるわけですよね ってことは、過去を出題したよねと、ちゃんとその条文見てるよねっていう形で、今年は違う過去出した条文だけど、違う条項を聞くよっていう形は結構あるんですね。だから、条文を見る際にはですね、問題集で出てきた、あ何条1項の知識だけではなくて、きちんと条文に立ち返って2項3項もあるんであれば確認をしてほしい。 そしてこの際に注意いただきたいのはきちんとマークをしてほしいんですね。痕跡を残ししてほしい。 原則的なところは黄色とか例外的なところはオレンジとかいう形で痕跡を残しておくとですね、法令集ってえ開くとアリンコが張ったようにですね、真っ黒結計でですね、全然やる気にならない,い,いんですけれどもきちんと痕跡を残すマークをー引くということをやっておけばですね、えー、視覚的にも勉強しようということにもなりますしまた手を動かすことによって記憶 の観点からもですね長期記憶につながりやすいということになりますのでマークをするというところを意識してほしいとさらにテキストでもですね条文が出てきた場合については同じようにですね条文にマークをしていくと この条文を大切にするっていう意識を持つだけでですね合格っていうのはかなり近づいてくるすでに行政初心試験勉強して受験しましたよじゃあ条文ちゃんと見てましたかっていうと見ていなかったなっていう方も結構多いんじゃないでしょうか。 条文見るだけでちゃんと見るだけでマークをして痕跡を残して手を動かすだけでもですね実力っていうのは非常に上がってきますので条文を大切にする意識を特に本年度を再受験しようとする方はですね意識をしていただければというふうに思います。 以上がですねどう戦うか実力をつけるかすなわちは日頃のトレーニングとしてどのようなことをやったらいいのか特別なことをする必要性はない、えー、条文テキスト問題集を大切にしてそしてこれらを繰り返すすというのが大切なんですねこの繰り返すっていうのが実は一番大変。 ね、同じことを何度も何度もやらなきゃいけないメンタル的にもやられることもあるだけれどもそこを諦めずに忍耐強くですね戦い抜いた人そういった人が合格をしていく合格率10%前後ですからね簡単な試験ではないわけですからその繰り返す耐えるとそして耐えた上で戦いに挑み実力を発揮し合格をつかみ取るこれが行政書士試験っていうことをですね今一度。 思いいい返してたただきたい何度も何度も繰り返すくじけそうな時期っていうのは必ず来るだけれども諦めずに戦い抜くそうすれば合格つかめるんだとその意識をですね今一度思っていいただければと思いますでですねこれらを意識した上でですね本番の試験臨むわけですけれども本番の試験って皆さんどういった形で出題されてくると思いますか 星型星をイメージしていただければと思いますけれども試験って本番の試験ってですね本番の試験って本番の試験って基礎的な重要知識というものはが一番メインで聞かれるわけですね。基礎的な重要知識がメインで聞かれる。 そして絶対に見たことない問題があります。未知の問題が出てきますと基礎的な知識に加えて未知の問題が各単元のところで当然何かしらは出てくるで基礎に加えて各単元応用的な問題ですね応用的な問題と。 いうものも出てくると。この時にですね皆さん合格するためには未知の問題を特に解かなきゃいけないんだとそういう試験ではないんですね。合格をするためには基本的にはこの応用的な考え方であったり基礎的な知識 があれればこれは合格でできるんですねそれが本番の試験なんですねだからまずは皆さんはですね行政書士試験合格したいんだったら基礎は絶対に基礎の問題が一番多いわけですから絶対に抑えるで基礎を抑えた上でですねその基礎から応用を考える力 いわゆる法的思考と考えられる力をつけるとまたもちろんですね問題として応用問題の知識として持ってるんだったら思考するまでもなく解けるということにもなってくるわけですから基礎知識は当然つけるとともに応用知識もできる限りつけましょうと。 で応用知識っていうのはあ非常にですね、細かいことも聞かれることがあるわけですからあ細かいこと全てを頭に入れるっていうのは困難なこともあるその場合には法的思考のところから現場思考でですね推測して答え導けるような力をつけましょうということを意識して日頃から勉強していけばいい。 だから未知の問題すんごい細かいような問題を解ける必要ないんですね解けなくても合格はできるんですね日頃の勉強においてはこの試験では星のような形で問題が出題されてくるんだ基礎の問題が多いから基礎は必ず固めておこうその上でできる限り応用問題と言われるような問題の知識もつけていく 応用問題につついいては全てはの知識をつけるっていうのはなかなかなな困難なので日頃の学習では応用問題になるようなもの推論で解ける法的思考で解けるような問題については本番現場思考で解けるような考え方頭を作り上げておくっていうのが大切になっていくんですね。よろしいでしょうかこここまままでのとととろをまとめますと 究極の合格戦略ままずは敵を知りましょう民法行政法が特に大事なんですよ民法行政法に時間をかけていきましょう一般知識では情報通信個人情報語文章理解を中心に時間かけていきましょうどう戦いましょう実力をつけますかって言ったらあ使う教材としては条文テキスト問題集で十分なんですとそしてこれを繰り返すことによって 基礎的な力を固めていきましょう。そしてできる限り応用的な知識もつけていきましょう。で、えー、応用的知識全てをつけるっていうのはなかなか困難じゃあどうするか本番で現場思考で考えられる力をつけましょう法的思考をつけましょうそうすればほぼ合格できるんですね。 そういった意味でですね、アルティメット講座っていうのは今申し上げたポイントを意識した講座になっている。具体的にはどういった形になっているのかっていうとですねこの知識に関連する部分ですねこの知識に関連する基本的な部分については「知識確認編」というテーマでですね 基礎知識を重要なところを確認をしていくその上で応用であったり法的思考の部分については演習編という形でですね実際に難しい問題を取り組んでいく考えられるようにしてもらうとこれがアルティメット講座になっていくるんですねプラスアルファですね 行政書士試験ではあ高いウェイトを占めている記述さらにはあ一般知識のところでの文章理解ってこれテクニックで解けるところが非常に多いですから文章理解についてはですね特別特訓という形で特訓していきましょうよっていうふうに構成されてるんですね。パンフレットを見ていただくとよいしょ。 アルティメット講座の知識確認編というところでまずは重要知識ですね基礎知識重要知識を確認をしていきましょうとその上でアルティメットですからね問題演習を多めにしていきましょうということで基礎的重要知識というものを確認した上でオリジナルテキストを使いますのでねオリジナルテキストで確認した上で 重要知識についての問題ですね問題集の重要度 A というところの問題を皆さんと一緒に解いてもらって確認をしていくこれが知識確認編ですねその上で「知識確認基礎的なところが確認できたら演習編」ということで「すぐに応用的な問題を取り掛かっていきましょう」と「演習編応用力本場対応力も身につけましょう」と「知識を使って 選択肢を絞り切る力問題の癖をつかむ円周辺でより高度な問題応用的な問題というものを扱いながら私が説明しながらこういうふうに考えるんですよこういう知識があるんですよできる限り知識としてつけていきましょうとかですねそういったことをお話ししながらですね応用力をつけてもらう応用知識をつけてもらう現場思考力法的思考力をつけてもらうということになる。 そして行政法と民法というものが試験においては非常にウェイトが高いわけですから基礎知識の確認また演習応用的なところにおいても民法行政法というものに非常に多くのウェイトが置かれていますよ アルティメット講座は知識確認編と演習編でできているそして基礎知識を確認したら応用そしてまた違う科目の基礎知識を確認して応用問題をやっていく基礎知識確認して応用問題やっていくというジグザグ学習方式を取ることによって基礎から応用までの架け橋それぞれの単元の知識というものをより高度な次元に皆さん持っていきたいと。 持っていってもらいたいといった講座になっています。 プラスアルファ記述60問解きまくりで、えー、非常にウェイト高いですよね、えー、300点満点中60点が記述で占、えー、められてるわけですから解きまくりでカバーしていきましょうさらにはあ一般知識文章理解こちらはテクニックで解ける問題が非常に多いどんなテクニックがあるのかなと訓練を積んでいきましょう文章理解特別特訓というものがくっついている さらにですね直前ズームフォローという形で直前期については皆さんですねどうしても不安になりがちな時期でもあるそこでですね試験終了講義終了後試験までの期間9月から11月頃は特に一人旅自習によって知識つけて孤独な時間になることがあるとそんな時にはですね直前期ですし不安 が出てくるまたモチベーション一人で勉強してると維持するのが困難だというような時期でもあるんですね。えなので、えー、直前ズームフォローということで9月から11月頃にかけてですね直前期の過ごし方であったり本年度狙われるであろう論点などをですねえ皆さんと共にズームにズームを使いながらですね勉強をしていく。 これによってモチベーションを直前期も維持してもらう直前期であっても効率的な勉強今年出やすい論点を今一度ですね皆さんと確認していくとこうすればですね行政書士試験合格できる合格率10%前後ですけれどもやればできるんですと。 行政試験昨年受けて悔しい思いをされた方は今年こそは絶対に合格をすると合格率10%前後で非常に難関資格の分類に入ってくる資格ですけれどもやれば皆さん絶対できますからそんな中で本日ガイダンスをお聞きいただいている方はどうしたらいいんだろうかあ本年度はどうやって勉強したらいいんだろう今年こそ受かりたいんだけどなっていう方がほとんどだと思います。そのような方はですね 私の講義で私の熱量と私の努力と皆さんの努力でですねぜひ合格をつかみ取っていただきたいとこれがアルティメット講座になるんですね。特に 本年度はですね、テキストの方を刷新いたしました、か田式、従来はですね、180点アルティメットという形で、か田が入ってなかったんですね、私の名前が入ってなかったんですね、従来の180点アルティメット講座では使用するテキストはですね、市販の教材だったんですね。 市販の教材だったんですがどうしてもですね市販の教材だとやっぱり情報量としては少し足りない確かに読みやすいっていうところはね市販の教材ですからね売れるようにですね読みやすさであったりそういったところは工夫されていた。だけど情報量がやっぱりですね ちょっとと足りなないいんじゃないかとそこで本年度はですね私のオリジナルテキストっていうことで、えー、作ってきましたあこれはあ憲法のテキストになりますけれどもオリジナルテキストではですねできる限り、えー、情報量を多くまたですね、えー、図なども盛り込んでですね図なども盛り込みながらですね、えー、きちんと あの皆さんに理解いただけるようにですね生みやすさといったところにもちょっと工夫をしていますのでこのテキストを使いながらですね大事なところは「線を引きながら」とかですね「天皇は選挙権諸行選択の自由外国移住の自由国籍離脱の自由等を有しない」とかですねこういった形で線を引きながら実際授業をしていこうと思いますのでと先ほど 勉強する際には問題集などで問題解きましたよと、ね、問題集などで問題解いたでテキスト見た時に「あこの知識はテキストにはちょっとないな」というような部分があったら空欄のところに「プラスアルファ何とか」とかですねそういう形で書き込んでいくことによって情報の一元化というものを測っていただければというところになる。 よろしいですかね今年は特に「アルティメット講座私」としましてもですね蒲田式という形で私の名前がついているそれだけですね私も気合を入れて皆さんに合格していただきたいだからこそテキストもですね非常に情報量増やしました情報量増やした上えで皆さんの勉強のためになれば 図解で知識の整理イメージしやすくしましたよと合格が必要な情報量を集約しましたと問題集で出てきた知識気づきを余白にメモしたりしてオリジナルテキストというものを完成させてくださいねという形になります。 その他ですね、教材としましては、あ先ほど知識確認編ではですね、オリジナルテキストを使いながら、あ線を引いたりしながらですね、基礎知識を確認した後に、重要知識について問題を解いていく。重要知識について問題を解いていく上においてはですね、こちらの行政書士足別過去問集という一問一答の問題集ですね、えー、使いながら、あ こののの問題集の A ランクの部分をですね、取り扱っていくと。で、もちろん授業の中で全ての問題を皆さんと一緒に解くっていうのはなかなか時間的には困難ですから授業の中では A ランクを解くなので復習の際にはですねきちんと B ランク C ランクというところも解いていきましょう。 で、これ問題集解いた時に条文が出てきた時にはくっついている法令集ですね合格6法のところできちんと条文を確認すると。きちんと情報条文を確認すると。 これが知識確認編の授業そして復習の仕方ですね。授業はこちらのテキストを使いながらマークなどしながらですね基礎知識重要知識を確認していきますよ。その上で問題演習ですね重要度 A のところを解くと重要度 A のところを解いたら復習では重要度 B であったり C の部分また重要度 A の条文知識というものも法令集きちんとマークをする手を動かすと いう形で復習をして痕跡を残すこういう形で基礎知識重要知識が頭に入ったらインプットされたらアウトプットということで応用問題ですね「アルティメット択一問題集」っていう問題集を使いながらですね応用的な問題この問題集は司法試験とか公務員試験などさまざまな試験法律科目の試験の問題がミックスされていると。 これですね、えー、行政書士試験過去問のですね行政書士試験で過去出た問題から行政書士試験の本番の問題を出してたら過去問というのはほとんどすべての受験生がやるわけですから180点超えが続出しちゃいますよねですから当然のことながら過去問から行政書士試験の過去問から全く同じ問題っていうのは出てくることはそんなに多くないんですね だからこそ先ほど言ったように「付近の条文を見てください」とかですねまたは「アルティメット問題集」にあるような同じ法律の資格ですからね。えー 他の国家資格で出題した知識形式あっこういうふうに出てるんだじゃあうちの行政書士試験でも出そうということも結構ありますからねそういったところをフォローしながらですね皆さんに合格をつかみ取っていただくまた応用的な問題になってきますから現場思考力ですねこの問題はこういうふうな応用的な考え方ができますよねとか言ったところは授業の中で私がですねお話をしながらですね、えー、皆さんに力をつけてもらいます。 でこの「アルティメット問題集を」を授業で取り扱ったら復習の際にはですね間違えた問題を再び解くとか「アルティメット問題集」で出てきた条文は法令集きちんと書き込むという形で、えー、復習をしてほしいそのほかですね問題集としてこれは授業では使いませんけれども行政書士試験の過去問集ですよね。 なんで授業で使わないのかっていうと行政初士試験の過去問っていうのはアルティメット講座ですから既に行政初士試験を受けたことがありますよとかいう方があメインになってくるわけですよね。えそうなってくると当然もうすでに受験したことがあるっていう方は過去問は解いてることが多いですよね。解いたことがある過去問を今一度ですね授業の中で取り扱うっていうのはコストパフォーマンスがちょっと落ちるところタイムパフォーマンスがちょっと落ちるところになりますのでこちらは含 特集用にですね皆さん自学自習の際に使ってくださいということになりますその他教材としては記述の問題さらに文章理解の問題こちらを使いながら特訓をしていきましょうということになります 以上ですね究極の合格戦略という形で本日お話しさせていただきましたけれども最後にまとめですね何度も何度も大事なところは繰り返しになりますけれども究極の合格戦略戦略を立てる上ではまずは敵を知りましょう300点満点中の180点以上を取れれば合格できる試験なんですよと。 ただし一般知識で最低24点取らなきゃいけないということは法令で最低156点以上取ればいい試験なんだ。 それを考えるにあたっては行政書士試験の特徴民法行政法に非常に高いウェイトが置かれているわけですからここでできる限り156点満たすぐらいの点数を確保するここでちょっと外しちゃったとしても憲法であったり基礎学習法解釈法でカバーしていきましょうっていうふうに法令科目は勉強をしましょうねと。 一般知識については情報通信個人情報保護文章理解というところが点数につながりやすいですからここを中心に勉強をしていきましょう。その上で実際に勉強する際には条文テキスト問題集をきちんと繰り返すと忍耐強く繰り返すと行政書士試験法律の国家資格は忍耐力も問われていると。 繰り返すすというのを大切にするその際にはきちんと問題集で出てきたテキストで出てきた条文は法令集にマークしたりして、えー、痕跡を残すさらにはテキストに問題集の知識をプラスアルファ情報の一元化をしていくっていうことを意識してほしいんです。これを独学でやるっていうのはなかなか困難なことも多いそこでですね 180点アルティメットコースでは試験で基礎から応用まで出てくるわけですけれども知識確認編で基礎的なところを固めましょう演習編で応用的な知識さらにはその思考を固めていきましょうね記述のところでも点数割合高いから固めていこうと文章理解これテクニックで解ける問題多いですからね、えー、頑張っていこうとで直前期には ズームフォローですねズーームフォローで本年出るであろう予想論点といったところを中心にですね今一度直前期に確認を皆さんとしながら。 さらに直前のズームフォローについてはです、ね、こちら生で私が話している生で聞くあの動画越しですけどね生で聞くこともできますので普通のこの「アルティメット」の知識確認とか演習編は事前収録したものを皆さんに聞いていただくのでなかなか私が生で話すっていうことはないんですけれどもズームの方はこれズームで生で皆さんと共に勉強する機会になりますのでね直前 電気は特に生で私のね直前期皆さん頑張ってほしいエールとかですねそういったところも含めながらモチベーションを維持していただければということになります。行政書士試験は合格率10%前後になります。しかしやればできます。今動画ご覧にいただいている方今年こそ合格したいだけどどうしたらいいんだ迷われている方はぜひですね。 講義の中でこの鎌田式100鎌田式アルティメット講座で一緒にですね私の努力と皆さんの努力私の熱量と皆さんの熱量で頑張って今年こそ合格をつかみ取っていただければというふうに思います以上ですね究極の合格戦略ということで鎌田式アルティメット コースのご紹介も含めましてですねお話しさせていただきましたくれぐれもですね特殊なことはしないでください180点アルティメットコースを取るにせよ取らないにせよですね独学で挑むにせよやるべきことは法律学習の王道を意識してください 条文テキスト問題集これを繰り返すことそして法令集を大切にすることこの点だけは忘れることなく民法行政法を中心に勉強していっていただければと思いますではですね、えー、180あ失礼しましたね 昨年まで180点だったのでなかなか抜けないですね180点って言っちゃいますけれども今年からは蒲田式アルティメットコースに変わりましたので蒲田式アルティメットコースでお会いできる方はまた実際の講義の中でまた直前ズームフォローの時にお会いできればと思います今年こそ絶対に合格しましょうね頑張りましょう ということでガイダンスの方を終了とさせていただきます短い時間でしたけれどもお聞きいただきましてありがとうございました